はい、こんにちは、たくまんです。今日はミッション、レメディー VS 特進、これを完全攻略していきまーす。はい、それでは最初のミッション、複数のフードトラックを訪れるです。3箇所訪れてください。まず1箇所目はこちらですね。プレザントパーク左上。プレザントパークの左上に、ここに1軒家があるんですよ。この家のすぐ隣ですね。ここにフードトラックがありまーす。はい、これで1箇所目です。はい、では2箇所目ですね。2箇所目はこちら。ソルティースプリングスのすぐ右下ですね。ソルティースプリングスのちょっと右下、ここにですね、キャンプ場みたいなのがあります。はい、ここですね。はい、ここに降りれば OK です。これで2箇所目になりまーす。はい、3箇所目はこちらです。レイジーレイクの真上ですね。レイジーレイクからまっすぐ上に行って、この道路のところと覚えてください。ここですね。はい、ここになりまーす。ここですね。OK! これで3箇所全部クリアでーす。はい、今お伝えした3箇所行ってもクリアなんですけど、マップ上にね、フードトラックは4箇所あります。念のためね、もう1箇所もお伝えしておきます。場所はこちらですね。ここにね、大きな黒塗りの扉があるところなんですけど、すぐその真下、ここですね。このね、4箇所のフードトラックのうち、どれか3箇所行けばクリアとなりますので、やってみてください。では、次のミッションに行きますね。はい、では次のミッション。シルバーサバイバーメダルを獲得するですね。これはチームランブルじゃできないので注意してください。シルバーサバイバーメダルはですね、ソロとかデュオとかスクワットのモードで、残り25人まで生き残ったらもらえるメダルのことです。なのでね、今例えばバスがこう左側を行ったので、自分はね、もうとにかく遠い右上の方に降りてまーす。こうやってなるべく遠くに降りて、ひたすら隠れてれば、結構ね、簡単に残り25人ぐらいまでは減ってくれるんじゃないかなと思います。OK! マップの端っこでね、隠れてたら残り30人まで来ました。ふぅ。あと一人いたな、あっちに。オッケー、シルバーサバイバーメダル。残りね、25人になったので獲得でーす。はい、では2試合目に来てまーす。またね、できるだけ端っこの方に降りようとしています。このミッションは最悪戦うのが苦手な方は、こうやってマップの外でね、ずーっと待ってるのもありじゃないかなと思います。包帯とかね、回復アイテムをたくさん持っておいて、ストームの外でね、HP が減ったら包帯を巻くっていうのをね、ずーっと繰り返してれば、かなりね、長い間生き延びることができますので、これでもありかなと思います。OK、包帯5個使ってる間に、もう残り28人ですね。OK、これで、残り25人になりましたのでクリアです。やっぱりね、包帯が10個くらいあればね、十分ね、残り25人くらいまでは耐えれるみたいです。なのでね、戦ったり生き残ったりするのが苦手な方はね、こんな風に包帯を持って残り25人までマップの外でね、耐えるのもありじゃないかなと思います。はい、3回しないといけないので、あと1回ですね。次のマッチに進みまーす。はい、3マッチ目。残り29人ですね。これ。OK、残り28人。自らの手で減らす。これ、OK。残り26人でーす。誰か一人減ってくれれば。おいた。ちょっと待って。OK、OK、OK。びっくりした。えい、OK。はい、これでクリアですね。はい、次のミッションは SMG で撃破する3人ですね。これはチームランブルがやりやすいと思います。はい、まず SMG を見つけてください。はい、そしたら SMG で敵を倒します。いいぞー。SMG でやっつけます。ストライク、OK! これで1人ですね。いたぞ。おりゃー、OK、2人目。そして、これで3人目でーす。OK、これでね、2人同時に倒したので、3人クリアでーす。しょい、OK、そしたらね、次のミッションに進みまーす。はい、では次のミッションは、ランドマークで宝箱を開けるでーす。さっきね、フードトラックのところで1個開けちゃったんで、残り6個になってますけど、
おすすめの場所はね、この島です。この島全体がね、ランドマークになっていますので、ここのランドマークに宝箱が7個あります。まず木製のタワーのところで1つ目。そして2つ目が、ここですね。はい、2つ目ゲットでーす。3つ目、4つ目が、この倉庫の中にあります。オッケー、3つ目でーす。同じね、倉庫の一番上の階にもありますね。はい、もうこれで4つ目なんですけど、このね、島の真ん中のところにも、2つ宝箱があります。ここと、あそこの場所ですね。オッケー、これでクリアでーす。さっきね、1個取っちゃってたんで、これでクリアなんですけど、この島のね、右上の工場の中にも1つあります。そしてね、この島のこの左下の家の中にもありますので、この島の中にね、宝箱合計8個か9個ありますので、この島で宝箱を集めると一発でクリアすることができまーす。はい、それでは次のミッション。複数のマッチで体力とシールドの両方が100に達するです。このミッションはね、簡単にクリアする方法として、例えばここ、スチーミースタックスの左側のここですね。この道のところにスラープジュースのタンクがあるんですよね。スラープジュースのトラックのところに降りていただいて、これを破壊しまーす。はい。すると、シールドが100になりますので、これで1回クリアですね。これをあと2回してください。スラープジュースをね、運んでるトラックはね、マップ中に何箇所かあって、例えばここ、クラッキークリフスの下、こちらにもあります。さっきの場所はここでしたね。ここからちょっと左の、こちらですね。はい、これを壊して、オッケー、これで2回目クリアでーす。はい、スラープジュースのトラックはね、ここにもあります。スラーピースワンプの右側、ここですね。よーく見るとね、ミニマップにもこのトラックが映っています。今ね、自分はトラックの場所を3箇所伝えてるだけで、もちろんね、同じ場所のトラックで3回してもクリアすることはできます。はい、オッケー、これで3回クリアですね。そしたら次のミッションに進みまーす。はい、それでは次のミッション。1回のマッチで、コモン、アンコモン、レアの武器でダメージを与えるです。コモンっていう武器は、こういうね、白い武器のことですね。で、同じように、アンコモンが緑、レアが青い武器となっておりまーす。オッケー、そしたらね、白、緑、青、全部ね、武器が揃ったので、まず最初、コモンですね。白い武器へ、えいっ、ダメージを与えまーす。次が緑だ。オッケー、これで白緑ですね。よし、あとは青い武器でダメージを与えるぞ。当たった、当たったクリアかな。オッケー、これで3つクリアですね。はい、そしたら次のミッションに進みます。はい、次のミッションは敵の建築物にダメージを与えるですね。2500ダメージ与えないといけないですけど、チームランブルでやれば意外と簡単にクリアできるんじゃないかなと思います。 OK、 こういう風にね、敵の建築物があったらドカーンってやってください。これでダメージを与えることができます。もしロケットランチャーがないんだったら SMG がね、結構早くダメージを与えることはできますね。こんな感じですね。ロケランとかね、グレネードがあったらね、こうやってね、ガンガンダメージを与えることができます。でもほんとね、SMG でもね、十分早く壊すことができるので、全然ロケランがないからって言ってね、時間がかかるわけじゃないので、こうやって敵の建築を一個一個壊していってください。オッケー、これでもうクリアでーす。2500ダメージだからね、意外と多そうに見えるけど、結構ね、簡単にクリアすることができまーす。はい、そしたらね、次のミッションに進みまーす。はい、では次のミッション。1回のマッチで、複数のバスストップを訪れるでーす。バスストップはね、こういうね、バス停のことですね。これで1箇所目になります。はい、まず1箇所目は、このミスティーメドウズの一番左側、ここに来てまーす。なぜここに来たかというと、今ね、マップ中にはたくさんこういうバス停があるんですけど、なぜかミスティーメドウズ、スウェティーサンズ、プレザントパークの3箇所のバス停しかバグで反映しないみたいなんですよ。なのでそちらの3箇所を訪れてください。1回のマッチでね、訪れないといけないので、チームランブルで来て一旦ね、1箇所目ミスティーメドウズでバス停クリアしたら、1
旦わざと自分でね、体力をゼロにします。するとね、この円のところにリスポーンしますので、そのままね、スウェティサンズに向かいます。多分ね、今日か明日ぐらいにはね、このバグ解消されるとは思います。バグさえ解消すれば、ほとんどのね、大きい町、例えばソルティスプリングスとかにもしっかりバス停はありますので、それをね、待ってからね、これクリアしてもいいかもしれません。ただね、できるだけ早くクリアしたいっていう方はね、自分みたいなやり方じゃないとね、なかなかクリアできないと思います。 OK、 ありました。これですね、スウェティサンズの右下、こちらです。これが2カ所目のバスストップですね。はい、そしたらすぐに木材を集めて、急いでね、プレザントパークに向かってください。 OK、 集めたね、木材でこうやって階段を作ってから、プレザントパークまでポンって飛ぶと、ストームが来る前に3カ所目回れると思います。3カ所目のね、バスストップはこちらですね。プレザントパークの一番左下、こちらですね。ここにあります、この位置ですね。はい、これで3カ所目到着です。ちょっとね、チームランブルでこういう風にわざと1回自分でね、体力をゼロにしてリスポーンする技を使わないとね、なかなかバグがある今の状況じゃクリアするの難しいと思います。ただね、この技を使えばね、1回でこのプレザントパークとスウェティサンズとミスティメドウズ3カ所回れると思いますので、頑張ってみてください。じゃあ次のミッションに行きます。はい、では次のミッション、武器でダメージを与えて武器スペシャリストの栄誉を達成するですね。これもね、チームランブルだと頑張れば1試合で達成できるかもしれないです。このミッションはね、例えば1回のマッチでショットガンで250ダメージを与えると、ショットガンスペシャリスト、アサルトライフルで250ダメージを与えるとアサルトライフルスペシャリストといって、各ね、武器ごとに一定ダメージを与えるとスペシャリストを取ることができます。アサルトライフルとショットガンは250ダメージ、スナイパーライフルは200ダメージ、サブマシンガン、ピストル、爆発武器は150ダメージを与えるとスペシャリストがもらえるみたいです。なんだ、よいしょ、 OK、 これでショットガン結構ダメージ与えたんじゃないかな。 OK、 これでね、今ショットガンで250ダメージを与えたので、ショットガンのスペシャリストを取ることができました。スナイパーライフルもね、頭に当てたらね、多分一発でクリアできると思うんですよ。 OK、 100ダメージです。今頭に当たってればね、1回でクリアだったんですけど、ちょっと当たらなかったので、もう1回狙います。 OK、 これでね、スナイパーライフルで150ダメージ与えたので、スナイパーライフルのスペシャリストクリアでーす。 OK、 次アサルトライフルで狙おうかな。おい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 、貝殻が邪魔だやられちゃった。死んじゃったけど、アサルトライフルでクリアです。別にね、何の武器のスペシャリストを取ってもいいので、今ね、ロケランの弾がなくなっちゃったから、ピストルで行ってみようかな。ピストルもね、150ダメージでいいので、結構ね、簡単にクリアできると思います。おりゃー、オッケー、これでいったんじゃないかな、ピストル150ダメージ、オッケー。はい、これでね、ピストルでもクリアしたので、あとは SMG か爆発物ですね。 SMG で行こうかな。 OK、 SMG で行こう。ほらー、 OK、 これでこのミッションクリアでーす。別にね、今みたいに1試合で無理に全部クリアしなくても、1つの試合でショットガンだけ、次の試合でアサルトライフルだけとかでも大丈夫です。今ね、自分はね、チームランブルで無理やり5つの武器で5つ全部クリアしました。はい、次のミッションに行きまーす。はい、そしたらね、次のミッション、最初に魚を釣る、最初にバトルバスから着地する、または最初に撃破するなんですけど、とにかくね、ゲームが始まった瞬間に真下に降りてください。できるだけね、海に向かって降りた方が早く降りれると思います。で、その後は高い陸地に向かいます。これがね、一番最速で、バトルバスから降りることができます。 OK、 これでクリアですね。とにかく地面が低いところでグライダーを開いて、グライダー開いた後はとにかく標高が高いところ、こういうね、山の上に降りるのが一番早いやり方なんですよね。これ、まあ、ちょっと理屈は考えてください
はい、最後はね、うまく説明することができなくてちょっと申し訳なかったんですけど、あれがね、最速で降りるやり方となっております。これでね、レメディ VS 特進完全攻略となりましたので、このレメディのね、紫のスタイル、ほんとね、これ考察動画にもアップしたんですけど、エゴでもね、アルターでもない新しいマークがついておりますので、これからのね、ストーリー非常に楽しみとなっております。しかもスキンとしてもね、これ相当かっこいい方だと思うけどな。もともとね、レメディこんだけ可愛くて、特進の方もね、かっこよかったんですけど、このパープルのレメディスキン、かなりね、かっこいいスキンの方に入るんじゃないかなと思います。皆さんも頑張って撮ってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、おつでーす。